ということで、どうも、お茶です。今日もスーパーマリオサンシャインの方の実況プレイをしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。では、やっていきたいと思います。あれ、始める。今ね、手がブレていましたけど。よいしょ。よっこらさい。前回は、月装祭りのね、放課後の中の社員と、超グロテスクな死に方をしたボスアンナちゃんを倒しました。はい、やっていきたいと思います。ちょっと鼻が詰まってます。鼻詰まり嫌だね。 どうしましょうか。今日はもちろんこいつやるつもりなんですけど、そっちのピンナパンクの方も行きたいと思うね。園長がどうなっているかちょっと見たいです。あれ、潜れない。死んじゃう。前回の動画からですね、実は動画の編集ソフトを変えてみました。そのためちょっと音ずれとか直ってると思います。ではね、キノコも取ったしやっていきたいと思います。いきまーす。赤コインじゃなくていいんだけど。鼻づまりやだ。秘密か。しかもリンチのやだな。やだな。やだね。いらねえよ。3つも撃つなよ。まずはこの人から聞いていきたいと思います。ドンパチと何やらうるさいですね。お前、ドンパチと何やらうるさいですね。どんだけ冷静な判断をしている。あ、ごめん、もういい。ごめん。俺んちがよ、変なやつに取られちまったんだ。お前が変。お前、何サボってんだよ。お前、あんなのいつつけたんだよ。怖い。確かキラーさんはお水をかければ死んだはず。戦場カメラマンのマリオです、なんてね。はい。あぶない、やめろ。このね、風変わりのボム兵を何回かぶつけていけばいいんですけど、お、終わった。意外とあっさり終わりましたね。そしてね、このマーレーの遺跡とね、マーレーの入り江かと全く同じ音楽を使うのどうかと思います。使い回しね、ちょっと厳しい。お前、どんなとこに潜んでたんだと突っ込みたいわけですが。おー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 、なんかやったことあるぞ。これは床が消えちゃうやつじゃん。とう、
危ない危ない、うん、よし、ここは難なく行けたわけですが、あ、上行くのか、マリオさんも若干身軽だけどポンプがないと心配なわけですよ。痛い、ラン、どうしようか、ポンピュンラン、ちょっと待って、ちょっと待って、危ない、待って、これちょっと角度を変えましょう。怖い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 よ。マリオさん、ここで苦戦ってどういう、痛いから、だからよー、もうね、視点はこれでいいと思う。いけないってどういう、あれ、いけないぞ、ちょっとマリオさん意外なところに詰まってる。あれ、何があった、あ、いけない、いけない、やだね、これちょっとやだー、わ、やばい、よし、登れたー、危ない、ここは確かスライディング、ヘッドスライディングしていくといいんですよ、確か。はい、ここまで行きました。で、確かそこの角のところね、ショートカットできるんですよ。やってきたと思います。ちょっとこの視点つらいよ。いやー、だっ、おお、危ない、なんだかノーミスできました。危ないです、今非常に危なかったです。ちょっと視点の問題危なかったです。それではシャインを、あれ、ちょっと待って、シャインをゲット、私は一回、確か小さい子、ここのステージをやった時にヘッドスライディングして社員のところまで行ったんですけど、そのままヘッドスライディングして死んだことがありました。一番悲しい死に方でした。社員を目の前にしてスルーして死ぬっていうのがちょっと厳しかった。ピンナパンクの方は意外と早く終わっちゃいました。あれ、あー、ちょっとすいません、ちょっと窓開いてるか確かめてきます。あれ、取れない取れない取れないよ、よいしょ、なんかさっきから声がね、前のお家の方の声がね聞こえて、窓開いてんのかなと思って見えたら開いてましたよ。自分の話が聞こえてたんじゃないかぐらいの大きさっていうか幅が開いてましたね。ここまで来たんだから1回ぐらいやりたい。木箱、多分これはここら辺潰していけばいいんだろう。うるさいよ、いいものをあげるぜ。ちょっといいものっていうのが嫌な予感するけどね。あい、やばい、ごよごよだ。
さようなら。見えない、見えないよ。見えない、見えない。そしてお前も隠し持っていたのか。絶対ね、これはね、私の個人的、ね、仮説を立てますとね、モンテ族とあのタヌキとかね、あれ絶対あれですよ、グルですよ。それでマリオを軽蔑してるんですよ、絶対。そうですよ、絶対そうですよ。だったらとっくに捕まってるもん、こいあいつ。ちょっと私が制裁を加えましょう。おバカ、おバカ。10回踏まれる系だね、これ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、ズシャーっと、ね。では、社員をゲット。鼻詰まり嫌だわ。セーブして続ける。